皆さん、こんばんマーティン、ダーのミラクルボーイ、キングダクです。今日は、お城の話、たまには城の話をしたいと思います。たまに。今回はですね、はい。日本百名城にあたって、まあいろいろですね。選定方法と印は、まあいろいろ変わりますが、まあ、モニー天守や、まあ史跡として、まあ環境を残せるのが条件で、4月3日は城の日としたそうです。優れた文化財史跡であることがもちろんでございます、はい、城があったのがいろいろあって近世、まあ、今も残されてますが山城からあって平山城平城になったで戦国後期には、はい、いろんな戦いがあってからこそできたからそうです。まあ次回いろいろ城を紹介しますがね、はい、いろんな天守の城があって連立式とか連結式公式独立式の天守があるそうでございます。門も石垣もまあ変わってまあ谷積みとか山積みとかいろいろですね、はい、土もまあいろいろ持ってありますね、はい、というわけで日本の百名城にあたっての話でした。バイバイ。